さあ、私たちはですね、まだ町田小山のですね、ピーコレクションに来てますよね。象が見ました。なんかね、象ガメがいるんですよ、それもね、最初こんなんだったんですよねって言ってましたね。それがね、こんなでかい25年もうね、ちょっと先に見に行きましょう。ほら、見てよ。あ、でもちょっと出てきた、さっきより可愛い目が。ここに何年いるの？ここで25年です。最初こんなんだったでしょ。で、ここにいるの？住まいです。住まい。でも夜はここ誰もいないでしょ。夜いないです。だから住まいで出てます。ここで住まい。何考えてるんですか？ね、25年はここ で、 ね、どんなこと考えてるの？ここにずっといる。出かけたりしないの？ここ散歩に行きます。散歩行くの？一人で行くんです。で、ちゃんと帰ってくるんですって。何食べてるの？もう、みかんでもりんごでも野菜、肉は食べる。草食ですから、ね、草食。ああ、そう。でもまだこれからあと70年ぐらい。まだ大きくなりますよ。あ、まだ大きくなるのか。まだ大きくなるの。まだ全然、まだ子供ですけど。子供、まあ25歳ですからね。これ今あったかいじゃないですか、これストーブがあるから、うん、夏はいいと思うんですけど、夜例えばこう寒いでしょ。あ、これヒーター入ってるんで一応。どこに？あの中に、サーモンが。この中にあるんだ、うん、やっぱ寒いの苦手ですよね。まあそんなことはどうでもいいんですけど、ゾウガメ見に行く町田まで来たわけないですからね。おはがきが、おはがき来てますか？届いております、はい、41歳の回転寿司に、はい、お勤めの方なんですけども、はい、いくらさん、はい、僕は泣いていますと。おお、どうしたんでしょう。2年間好きだった、はい、そして軽くお付き合いをしていた、はい、彼女を親友に寝取られてしまいました、はい、ありがちな話ですね。どうしたらいいでしょうか。これありがちですか？ありますね、たまにね。あ、ね、きついですね。これどうしたらいいですか？僕はこの取った側っていう方の体験しかしたことないので。取っちゃった、ね、はい、どんな感じで取っちゃったの？昔やっぱり、うん、遊んでる頃に、うん、友達が可愛い女の子を連れてきて、うん、その子を好きになってしまい、うん、でなんか一晩みんなで遊んでるうちに目がよくちょこちょこあったりしてて、うん、あれ、これもしかしていけるんじゃないのかなと思って。ってことは目が合うといけるんですか？目は合わないと全く意識されてないってことですね。だからさっき動画目、動画目何も見てくれなかったじゃないですか、僕たちのこと。あれはうまくいかない。どうしたんですか、あいつ。まあしょうがないですね、これね。これもう恋愛だけは、もうルールがないですからね。ね。大人のかい。恋愛だけはルールがないやつ。モラルもない。今日ね、実は、はい、こちらの2台紹介したいと思うんですよ。テリーさん、もうこれある意味すごいマニアックですよね。いや、そう、これね、実は普通のサニーです、はい、普通のサニーと、これセダンのね、はい、三菱のミラージュ、知らないでしょ。知らないです、こんな車、うん、で、これね、実は2台ともそんな人気ないんですよ。そうですよね、どの時代に生息したのかもわからないと思う。で、これ何がすごいかというと、この2台ともマニュアルなんです。2台ともマニュアルで、そう、あと、まあ、綺麗なのは確かに。そうですね、この P コレクションのと偉いなと思うのは、こういうなんていうのかな、そんなに人気がないんだけども、はい、日の目の当たらない車で、そう、でもマニュアルで走ると気持ちいい、楽しい、そして程度のいい、うん、このミラージュちょっと教えてください。平成7年式の三菱のミラージュアスティですね、うん、アスティ。普通のミラージュはセダンだったりハッチバックだったりするんですけど、うん、クーペですね。そうなんだよね、これ珍しいです。なんか一瞬なんかホンダの車みたいな、この時代のデザインですよね。これ今は何年前？平成7年だから、そうですね、26年前からですね。26年前なのにかかわらず走行距離は？走行距離は3000キロ台です。そうなんですよ。来たー、来た来た来た、この前の B を超えた。そうなんです、7000キロを超えて。そうなんです。3000キロってどういうことですか？そう、だからありえない。中もものすごい綺麗ですよね、はい、ちょっとこれ、この P コレクションにはこの車を見に来たんです。誰も知らないんだけど乗るとかっこいいって。何それって言われちゃう。そこがなんかね、おしゃれの、なんか意外となんか神髄っぽいかなと思ってこれだって。この三菱マークがなかったら、うん、もうさっぱりわからないですよね。見てよ、シートのこれチェックがね。新車ですよ、この中。そう、ほらすげえ綺麗。そうなんですよ、笑っちゃうでしょ。笑っちゃう。だってこれだってさ、全然もう全然垂れても何もない。垂れようがないぐらいね。樹脂だから、うん、そういうともう割れもなければ、あとベタベタしない。そうなんですよね、ベタベタ嫌ですね。日本の車ってか、みんなベタベタしちゃうんですよね。ずっとガレージですよね、ガレージ。もう夜景が何にもないですもんね。ないですね。
普通の調子。これエンジンは1300です。はい、十分ですよね。そうですね、もう十分だよね、大西さんね。この前も箱根でほら、あの GTR とかマニュアル車乗ったじゃないですか。非力な車が面白かったじゃないですか。引っ張れるからね、あの本当乗ってる感と体感スピードがいい、うん、速すぎるとやっぱりもう操作性怖いもんな。そうなんですよ。こういう車乗って三菱のさ整備工場行きたいよね。本当に喜びますよね。喜ぶんだよね。ディーラーに置いてあったら新車で売ってるみたいだもんな。マニュアルっていうところもまたいいな。そうなんですよ。だこれねクラッチ軽かったでしょ。全然普通に乗れますよ。この車自体を初めて認識しました。全然綺麗じゃないですか。これ問題ないよね。そうですね、3000km なんですよ。26年間で 3000km しか走ってないってことはほとんど寝てたわけですよね。まあほぼないじゃん。まあそうですね。で、そうだよね、はい、だから入院してみてたもんだから、うん、逆に乗ってみてで、はい、死んだりさ、はい、もちょっとまあでも今のところ意外とシャフト関係のゴムのブーツとかも全然、はい、劣化してないよ ね。タイヤは交換した方がいいですよ。交換されてんの？でも意外と古いですもう。そうだよね、はい、これあとさローテーションも多分してないから、ね、タイヤ変えちゃったらいいですよね。タイヤは怖いからね、はい、タイヤとバッテリーかな。そうです、でも今のところバッテリーは全然問題ないですよね。バッテリーは問題ないです、ね、あそう、はい、じゃあもうタイヤだけだよね。そうですね、タイヤも日々良くなってますね。タイヤ怖いからね、はい、楽しく乗んないとね。そうですね。ちょっとじゃあ後ろを見せてください。今だってクーペってないじゃない。このスタイルはもう今ないですからね、うん、ほらまあ綺麗ですね。これあれだ、 CD チェンジャーだ。あれはさっきは CD チェンジャーだよ、はい、いや懐かしいな。いいですね、 CD チェンジャー。ええー、のめんどくさいんだよなこれ。もう5枚入れるとしばらくすればそうですね。下手するとさ6年ぐらいね変わらない。いや、だこれいいわ、これいい。旧車が急に高くなってるって言うじゃないですか、はい、全然高くならない。全然高くならない、ね、全然高くならないんだけども、うん、狙い目というんで。そうですよね、でもこの車さん面白いですね、うん、独特。これ、ね、社長がね、変わり者だけど先生ですよ。でも車好きですね。車好きだね、うん、さあ、そしてもう一台、こちらね、はい、サニーなんで。これはいつのサニーですか。これさ、これは平成5年式の。あ、じゃあ同じぐらい。同じぐらいですね。最終サニーの一つ前。二つ前。二つ前だね。はい、そうかそうか。で、これが意外とね、形が最終ぐらいになってくると、ちょっと丸みを落ちてくるんですけど、非常にボクシーなね、このまま一直線できてる。この辺の当時の日産のローレルなんかこんな感じだったんですよ。あ、そうだ、ローレルもそうだ、そうなんですよ。これだからちょっとね、これ色はこれですよ。これちょっとね、水色が。とか、はい、ペパーミントグリーンズとアミシャっぽくなるんですよね。かわいいですね、うん、なんか全然なんか高級でもなければ何でもないんだけど、ただ普通に乗れちゃう感じがいい。これ森さんどう、ちょっと教えてください。これは平成5年式の日産のサニーですね、うん、で5速マニュアルです。こちらもマニュアルなんですよ。これは走行距離は、走行距離は8万キロぐらい走ってる。8万キロ、はい、8万。普通のさ、はい、お父さんが乗ってるようなサニーでね。そうですね、うん、この辺のもう本当カリーナとか、こちらで乗ってみてください。でも綺麗じゃないですか。なんでもないんだけど、ほらいいんですよ。ほら普通に乗れますよね。問題点は、問題点今のところ特にないです。エアコンも効きますし、うん、そのまま気持ちよく乗れ出せます。これも何にもやれてる。まあ、オイル交換とかはこまめにやってあげたいです、ね、あ、そりゃそうだよ、ね、こまめってどれぐらいですか。3000キロに1回は最低でも。あ、そうか。でも今で、ね、僕なんか古い車やっぱりアメ車とかも3000に一発やってますね。あと今でも昔のオイルオイル性がいいから酸化しなくなったからね。だからもうちょいやってなくても大丈夫かもしれないけど、ね、あとはやっぱり外装パーツをぶつけないだね。そうですね、うん、はい、そこだよね、一番のね。楽しいと思いますよね。あ、楽しいんだよな、これ1500でツインカムが早いでしょ、それなりに。まあ、まあ、早くてもあれだけど、はい、あ、遊ぶにはもう全然。そうですね、普通に走るには今ちょっと僕の中で来てるんですよ、こういうのが。なんか安くて、うん、セダンで、うん、マニュアルっていうのは。そう、これマニュアルっていうところが大切だな。そうなんだよ、はい、なかなかこういう車さないですよね。ないんだよ。女の子は絶対可愛いって言わないから。これね、ヘリさん、ナンパできないです。これだと、そう、ナンパできないんですよ。ナンパできないですね。なんつうの、おじさんみたいじゃんって言われちゃうさ。なんか食えない光物のネタみたいですよ。なんか意外とこういうのって、はい、SUV とかさ、ああいうのよかったな、はい、いいなと思ったけど、これだけ街で氾濫しちゃうと、
ちょっと飽きてきていい車比べみたいになってきちゃって、そうそう個性もないし、うん、これでも逆に、うん、これがいいかもしれないですね。で改造も何もしないです、オイルキャップのまんま で、ね、誰も狙ってないもん、これ誰も狙ってない、誰も狙ってない、もう狙う予定もないね。どうちょっと僕ね、はい、これと2台のですね、はい、ミラージュとサニーのちょっとセールスポイント、はい、ですか、はい、まあ、こっちは希少性ですね、うん、とにかくないですね、ない、はい、ないけど探されてもないって感じですね。だってさ、あと走行距離、走行距離、はい、3000、車のチョイスっていうか、はい、こういうの仕入れようっていうのは誰のチョイスなんですか。この辺は私ですね。詳しいもんね。だっていくつ今？今27です。そうでしょ。だからこれとこれ同じぐらいですね。ね、はい。平成5年だから。そうでしょ。平成6年なので。ちょっとね、やっぱり変なやつなんですよ。森本君が。素人どうでしょう。いやいや。サリーのちょっと。こっちはですね、うん、まあ同じように5速マニュアルで、うん、まあ 1500cc なので、うん、あの維持費も比較的安くて、うん、まあ楽しめる車ですね。こういうのいいなと思ってくれる人って多いんですか。やっぱマニアの方はやっぱいるんだ。います。問い合わせとか来ますか。やっぱり来ますね。おお、いいとこじゃあいいじゃん。やっぱ感覚はテリーさんと同じってことじゃないよ。社長、カメに乗せて出かけちゃった。社長、何逃げてんだよ。社長さん、ダメだって。え、ちょっと値引きもできるの？じゃあ、やります。おお。リモート先生。走行距離3000のミラージュ、はい、アスティ、アスティ、お値段は今49万円です。49万円、まあ、安いと思いますよ。まあそうだよね、はい、ただ安いと思うんですけど、うん、相場が全くわからない。基準がわかんないけど、30万円の車ばっか紹介してるからその基準が正直とわかんないの。さあ49万がおいくらに。45でダメだ。45でお願いします。3でどうか。ちょっと社長に聞いてみないと。やっぱここはね。それと。まあ、こっそりと43万円で車検を。車検はもちろん別です。車検は別ですよね。でどれかかるの。15万から20万ぐらいです、ね。まあ全部納車までプラス20万ぐらいと思ってればってことですね。20あれば。そうだね。そうだね。63か。まあ63万でね、幸せになれるんだからいいか。3000キロですよ。うん、3000キロだもんね。さあ、続いてこちらのサニー1000。これは現在おいくらでしょうか。39ですね、現在。39ということで。39ですね。ってことは49だったんだ。49です。ってことは39。39。おいくらでしょうか。値引きは35で。さっきと一緒にましたよ。まあ、そう、4万円ぐらいしかできないですね。いやいや。何さんですか。3さんです。3ですね。ね、3さんですね。いや、でもいいよね。いいです、はい、いや本当にこれね、俺なんか意外といいと思うな。これ43、はい、いや、これ本当にね、欲しいわ。結構動いてますよね、うん、今日ね。まあ、そんなことはい、ありがとうございます。あとはね、ゾウガメですね。あれ、はい、ゾウガメは高いって言ってましたよね。ゾウガメ、今度は盗みの声をかこう。テリー東のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。